山本旗男は第二次世界大戦終結後に旧ソビエト連邦によるシベリア抑留を経験した日本人の一人。日本への帰国が絶望的な状況下において強制収容所内の日本人不良たちに日本の文化と帰国への希望を広め一同の精神的支柱になり続けた。自身は帰国の夢が叶わず収容所内で病死したが死の間際に 家族宛ての遺書を残しており、同志たちがその文面を暗記することで、日本の遺族へ届けたことでも知られる。島根県沖郡西の島町出身。旧正東京外国語学校でロシア語を学んだが、在学中に社会主義に没頭して、左翼運動に参加していたことから、1928年の3.15、事件の際に逮捕され退学処分となった。 そのまま副学もしていないため卒業はしていない。1933年に結婚し、4人の子供を設けた。1936年に満州に渡り、南満州鉄道内の調査機関である、大連市の満鉄調査部に入社。ロシア語の語学をはじめとする実力を発揮し、北東アジアの諸民族などソ連の社会、経済、 軍事などに関する書を執筆して高い評価を受けた。山本畑男とその家族、第二次世界大戦末期の1944年、召集令状によりに当兵として入営。ロシア語にかけることから1945年に、ハルビント務機関に配属された。第二次世界大戦での日本の降伏後に、ソ連に抑留され、スベルドロフスク収容所へ入れられた。 満鉄調査部での北方調査やハルビン特務機関で、山本はソ連の新聞や雑誌の翻訳を行っていたが、これらの活動がソ連に対するスパイ罪とみなされ、先犯としてソ連の国内法によりへ、労働25人の刑を下された。山本は軍人としては一兵卒であったが、この刑期は軍の司令官や大将にも匹敵する。これほどの重い刑となったのは、 ソ連のスパイとなることを強要された山本がそれを断ったためとの説もある。以後、冬には、霊下数十度となる厳しい気候、粗末な食事をはじめとする劣悪な環境のもと、長年にわたって重労働を強いられることとなった。1946年末、収容所内の不慮たち数人に呼びかけ、日本文化についての勉強会を始めた。折しも収容所内では、 帰国を諦める不女たちが現れ始めており、帰国への希望を呼び戻すことが目的であった。ここで山本は万葉集や仏教を題材とする知識の豊かさで一同を驚かせ、わかりやすい話術で一同を楽しませた。その後も山本はソ連国内の監獄や収容所をたらい回しにされた末、1949年に、 ハバロフスク市内の強制労働収容所へ移された。ここで山本はそれまでの経歴から前職者とみなされ強烈な吊るし上げにあった。翌1950年に不良たちの帰国が始まったが山本を含め先般とされた者たちは帰国を許されなかった。このことは彼らの帰国への希望を失わせるのに十分であり山本も一度は絶望しかけていた。 しかし彼は自らを支えて希望を抱き続けようと誓い、日本や日本語を忘れないよう、以前から好んでいた短歌や俳句を歌うようになった。やがて山本は、それらの俳句や随筆をまとめた同人の文芸師、文芸を制作し、仲間内で密かに回覧を始めた。作業用のセメント袋を切って、鉛筆で書いて閉じた粗末なものであったが、日本を歌った、俳句。 無念のうちに収容所で死んでいった仲間たちへの思い、辛い日常の中で見つけた、ささやかな感動、過酷な環境下でも保ち続けている山本の人間性と感受性が、皆の心を打った。文芸は人から人へと回覧され、次第に皆に帰国への希望を呼び起こした。不慮たちが日本語に飢えていたこともあり、回覧から戻ってくる頃には、手垢で汚れて紙面がボロボロになっているほどだった。 後に廃校を好む者たちと共に区会の開催を始めた。収容所側が不良たちの操縦の手段として文化部の設置を決定すると山本はその部長に任命され、壁新聞作りに精力的に取り組んで国際情勢を皆に伝えた。後に収容所の文化部部長に任命された際は不良たちに与えられた娯楽として月に1、2度開催された映画鑑賞会で、 同時通訳を務め、巧みな話術で皆からの笑い声を呼んだ。山本に触発された仲間の一人が同人誌を始めると、山本は想定作業を差し入やし、小説の機構などで協力した。1951年以降に演劇好きの不良たちが劇団を旗上げすると、山本は脚本担当の一人となり、ソ連側を刺激しないような脚色で、それでいて、 独特のユニークな脚本で観客の喝采を浴びた。上演に際して、ソ連側が脚本の検閲を行う際には、ロシア語の弁舌を振るって、上演の承諾を得た。また同様に収容所の娯楽として好まれた草野球では、学生時代の野球部のスコア係の経験を活かして、アナウンサー役を引き受け、遠い側面なアナウンスで皆を沸かせ、試合の盛り上げに一役買った。 アムール区会アムール川ハバルフスク強制労働収容所の第21文書へ移された。あとの1950年、山本は、不良数人で集まって、廃句を作り合うようになった。後にこの集まりは、区会として、作業場から見えるアムール川にちなんで、アムール区会と名付けられた。当初は収容所内の片隅で雑談を装って、模様し、地面に、棒で、または糖度に、 釘で字を刻むのみであった。やがて人数が増えるにつれて、作業用のセメント袋を切って、短冊を作り、馬の尾の毛やロープをほぐしたもので筆を作り、ストーブの灰や梅園を水に溶かして、墨汁の代用としといった具合に定裁が整えられた。俳句のみならず、山本は、日本の古典、落語、さらには、カントやヘーゲルといった、 ドイツの哲学者について語るなどの白色さで一堂を楽しませた。前述の演劇などもしばしば俳句の題材となった。文化部の設置後はアムール区会は文化部の一環となり、俳句は食堂の壁に張り出され、山本が添えた趣のある寸評も相まって俳句とは縁のない不慮たちにも好評を得た。収容所内では、 戦後数年を経ても日本軍の上下関係が幅を利かせていたが、山本はこれを最も嫌い、アムール区会では皆の呼び名を配合で通した。このためにアムール区会は階級も肩書きも関係ない穏やかな集いとなり、日本軍の元上官から下級兵、民間人に至るまで様々な人々が集まった。不慮たちはアムール区会では重労働の辛さを忘れることができ、 普段の収容所の厳しい雰囲気が嘘のような別世界であった。その上、苦境の中でも自然を愛する余裕すら生まれ、労働中も次の区会で発表する俳句を考える、楽しみが生まれるなど、一同は次第に区会の楽しさにのめり込んだ。帰国への希望を失いそうになる不良を山本は常に励まし、これにより自殺を思いとどまる者もいた。 1952年には不良たちの何人かが脱走を試みたことで収容所の監視体制が強化され、様々な文化活動や同好会も禁止された上、アムール区会も解散を命じられたが、それでも一同は収容所内の片隅に集まり、密かに区会を模様し続けた。開催数は200回以上に上り、最終的には収容者最後の帰国の船内まで開催され続けた。 1953年5月、山本は喉の痛みを訴え、収容所内の病院に入院。もともと体が丈夫でなかったことに加え、収容所の悪環境や栄養失調がたたり、病状は悪化の一途をたどった。翌1954年2月に、設備の整ったハバルフスク市内の中央病院へ、転院するが、高等眼性肉種、それも、 末期の癌で手遅れと診断され、翌日には収容所へ戻された。同1954年7月、病状がすでに絶望的となった頃に、仲間たちに勧められ、日本の母、妻子に当てて、遺書を書き残した。翌月の8月25日、収容所内の病室で死去。没年齢45歳。仲間たちは作業中の時間帯だったため、 誰にも見取られることのない孤独な最後であった。山本を慕う仲間たちは帰国への希望を与えてくれた彼への恩返しとして彼の遺書を日本の遺族のもとへ届けることを熱望した。しかし収容所では日本語を書き残すことはスパイ容疑とみなされておりほぼ不可能であった。帰国時に隠し持っていても所持品検査で発見されれば収容所へ逆戻りとなり、 帰国の希望は完全に断たれてしまう。事実、帰国の機会を得たにもかかわらず、隠し持っていた日本語の書物を没収されて収容所に逆戻りした者や、新たに10年の刑が過重された者、重労働25年の刑を受けた者も,もいた。山本自身もそれを理解していたと見えて、全文を暗記して、日本の家族のもとに伝えるよう、仲間たち宛てに遺書に書き添えられていた。 国別式の後、アムール区会の出席者をはじめとして、山本と親しい者、信頼のおける者、体力のある者、記憶力に長ける者、計6人が分担して、遺書を暗記することになった。一同はそれぞれ、遺書の一部を紙片に書き写して隠し持ち、作業中に監視の目を盗みつつその文面を暗証して、頭に叩き込む方法を取った。 作業後も貴重な睡眠時間を削って暗記に費やし、その記憶を遺書の写しと称号しながら、山本からの依頼通り、一時一句漏らさない、完璧な暗記を目指した。帰国は何年先、何十年先になるかもわからない、気の遠くなる作業であった。1955年には、不良たちが初めて団結して収容所側に対抗する、ハバルフスク事件が勃発。不良たちは、 ハンガーストライキを決行したが、空腹で頭の動きがうつろになる中でも、山本の遺書の暗記担当者たちは、遺書の内容を復唱していた。同年に、日本宛に山本の死を知らせる電報が送られ、日本に残された妻である山本も、地味の元に届けられた。翌1956年4月頃には、ハバルフスク事件を経て収容所内の環境がかなり、 改善されたが、同事件の影響で、不慮たちは明らかに衰弱し、記憶力も低下。日本語を言い間違えることも多くなった。極寒の環境下での重労働と栄養失調も記憶力の低下に拍車をかけ、故郷や家族の名を忘れる者も,も続出。さらに、遺書の暗記担当者の何人かは、隠し持っていた遺書の写しが発見されて没収され、暗記内容の称号も、 不可能となったが、それでも、なお彼らは、自らの記憶力と戦い続けていた。日本では、戦後の復興が進み、すでにもはや戦後ではないが、流行語となった時代であった。そして、山本の死から2年以上後、終戦から11年目に当たる同年12月に、日ソ共同宣言が発行され、シベリア抑留者の最後の帰国が実現した。 日本を目指す引上げ船の港湾丸の船内で7年以上続いたアムール区会の最後の区会が開かれた。翌1957年1月、遺書の暗記担当者の一人が当時埼玉県在住であった山本を地味のもとを訪ね、暗記をもとに代筆により再現した遺書の一部を届けた。これにより、文字見は遺書にまつわる一連の経緯を知ることになった。 これを皮切りに、同年のうちに、計六人が、あるものは直接も、地味のもとを訪ね、あるものは、郵送や小包みで、復元した衣装を届けた。山本が、収容所で作った俳句や、詩も、合わせて、彼らによりも、地味に届けられた。1961年、戦後初のシベリア母さんに、文字見は代表者の一人として、山本の衣装を携えて参加。 初めての夫の墓参りで仲間たちに託された遺書が無事に自分のもとに届いていることを報告した。そして山本の死から30年以上経った1987年夏、最後の遺書がも地味のもとに郵送された。くしくも山本の33回帰の盆に当たる日であった。暗記以外でも届けられた遺書山本の遺書は暗記で日本へ届けられたというエピソードがしばしば紹介されるが、 実際には暗記以外の手段も用いられている。一例として暗記担当者のうちの何人かは帰国時遺書の写しを衣服に隠して身につけたり遺書の写しを丸めたものに糸を巻きつけて糸巻きに偽装して所持品検査をやり過ごすなどして収容所へ逆戻りになることを覚悟で日本へ持ち帰ることに成功している。また、1 9 5五年に社会党放送団七名が ハバロフスクの収容所を訪れた際、不慮の一人が山本の遺書の写しを放送団員の一人である当時の衆議院議員、トカノ里子に託しており、トカノは帰国の翌日に山本も地味にこれを届けた。暗記担当者の中にトカノに接した者はおらず、山本は遺書を確実に日本へ届けるためにあらゆる手段を取ったと見られている。 この事実は山本を綴ったことで知られる、口実の書籍、収容所から来た遺書では伏せられているために知名度が低いものの、その原点である、ラーゲリからの遺書配達人には述べられており、山本の次男である山本厚夫の著書、人立ち寄りと、山本厚夫の世界、公実するテレビ番組、奇跡体験。アンビリバボーでも触れられている。また当時の、朝日新聞、 毎日新聞でも報道されており、暗記担当者の一人は帰国直後、先に帰国したシュベリアよくの同志から、すでに遺書が日本へ届いていることを聞かされたという。それでも収容所での苦境の中、遺書を暗記することが彼らの生きる支えとなっていたことは、確かである。1986年に角川書店と読売新聞社が共同で昭和の遺書を募集した際、 山本もじみが夫からの遺書を投稿。同企画の編集を務めたノンフィクション作家の編み純がこれに目に留めたことをきっかけに、翌1987年、山本らの収容所での生活と遺書の経緯を綴った、中編作品、ラーゲリからの遺書配達人を雑誌、文芸春秋で発表。これが約2年を経て書籍化され、1989年に、 収容所から来た遺書として刊行。同年の講談社ノンフィクション賞を受賞し、翌1990年には、大谷総一ノンフィクション賞を受賞した。2019年5月には、フランス文学者の宮下志郎が、平成時代の本のベスト5の一つとして、本書を選んでいる。西の島ふるさと館、収容所から来た遺書で、山本の逸話が広く知られるようになった後、 1998年に、故郷である島根県西之島町に山本旗男を検証する会が結成され、人間愛の物語と平和の大切さの語り継ぎを始めた。2000年には同会により、西之島町の国が海岸に山本の検証費が混流された。この石踏みはシベリアに向けて建てられており、山本の読んだ詩や経歴などが刻まれている。また、 西の島の展示館、西の島ふるさと館には、山本旗男資料室が設けられ、山本の遺書や遺品が展示されている。テレビ番組においては1990年、収容所から来た遺書にそう得たドキュメンタリー番組、遥かなるザモイ収容所から来た遺書がテレビ西日本で放映され、同年度の文化庁芸術作品賞を受賞した。1993年には、寺尾明主演で、 テレビドラマ化され、フジテレビ系、金曜エンタテイメント枠で放送された。その他にも2002年の、知ってるつもり、2015年、平成27年の、ニュースエブリー、2013年の、奇跡体験、アンビリバボーなどで取り上げられた。また、命や生きることの大切さ、友情や家族愛を伝えようとする勇士たちにより、舞台作品でもたびたび上演されている。 2008年には、収容所から来た遺書に、新たな取材を加味して小説仕立てとした、作品、ダモイ・ハルカニが、同じく、ヘンミジュンの著者、ヘンミジュンは、歴史年表にその名が載るような人物よりも、無名の庶民こそが、真の勇気の持ち主にして学ぶべき英知の持ち主であり、山本をその典型例としている。 非りきも帰り見ず偉大なる凡人の生涯、それもシベリアの地で行った一人の男の肖像を描きたいと思ったのは、その不屈の精神と生命力に感動したからに、他ならない。過酷な状況に置かれても、なお人間らしく生きるとはどういうことかを取材しながら教えられた思いでいっぱいである。ヘンミジュン、33年目に届いた遺書、ヘンミ1992。 P268 より引用山本旗男という一般には全く無名であった一人の日本人。彼はシベリアの収容所生活という逆境にあっても自らの信念を最後まで貫いた。その姿の中にこそ歴史に学ぶ逆境に打ち勝つ知恵が見て取れる。ヘンミジュン収容所から来た遺書ヘンミ 2009P144 より 引用収容所という地獄の中に山本さんは文化の力を持ち込み、その力と自らの人格の力によって絶望を希望に変えたのである。山本さんがシベリアの収容所で成した人知れぬ異業は、文化の力の素晴らしさを私たちに改めて教えてくれる。変味順、絶望を希望に変える、文化の力、変味2009。 p146 より引用を私たちも逆境に置かれ、もうダメだと思うことがたびたびあります。山本さんはいつも人生っていうのは生きているだけで楽しいことがあるんだよってことを言うんですね。私は読んでいてとても力づけてもらえた。収容所は悲惨なのに山本さんという人物のいるところにだけはぼーっと明かりがともっている。そして私たちはどんなに辛い時があっても、 生きるんだ。しかも人間らしく生きていけるのだという希望を与えてくれる。そこが素晴らしいと思うのです。ヘンミジュン、アムールク会、鈴木変遷セ991、P162 より、引用、収容所から来た遺書が、大や総一ノンフィクション賞を受賞した際に、選考委員を務めたノンフィクション作家の柳田国夫は、過酷なシベリア抑留の中でも気高く精神性。 豊かに生き抜こうとした人物として山本を評価している。山本と同じ収容所にいた元不良たちのうちアムール区会に出席して山本と接した者たちは区会を通じて山本から教わったことや彼の人間性などについて以下のように語っている。山本さんが私たちに教えてくれたのは俳句だけではありません。どんなに辛い境遇に置かれても大切なのは人間として いかに誠実に生きるかということでした。シベリア抑留と収容所での山本旗男、サ草グ九 1998P247 より引用収容所という人間性が閉ざされる逆境の中でも山本さんはどんなに辛いことがあっても生きて帰るという希望を持ち続けることが大切なんだ。死にたいと思ったらおしまいなんだと教えてくれました。私は 逆境を耐え抜く力を山本さんから学ばせてもらいました。絶望を希望に変える文化の力、変味 2009P146 より引用山本さんは不思議な人だったな。体も弱く、釘一本打てないような不器用な人なのによく収容所を転々として生き延びてきたと思う。不思議な強さと甘さを持った人でした。ロンロンという海鳴りの音。 変千1990、p 3 4二より引用また、アムール区会の別のものは、山本との交流の楽しさについて、以下の通り語っている。K をもらってからの6年間の方が、ずっと楽しかったですね。どうかすると、日本に帰ってからの生活より、向こうの方が帰ってこの世ではありえないような、ユートピアみたいなものがありました。ラーゲリニシス、桜井2005、 P186 より、引用同じく、アムールク会の別の者は、帰国後に年齢を経てからの再就職、シベリア抑留経験者への心ない差別で、多くの苦難を経験したにもかかわらず、山本の存在によって、それらを乗り越えたことを語っている。どんなに辛いことがあっても、シベリアでの日々を思えば耐えられました。それもまた、山本さんが私たちにくれた力なのです。 絶望を希望に変える文化の力、変味 2009P146 より引用山本は、白色な上に温厚な性格により収容所では、厚い人望を得、多くの人々に慕われた。その人間性を語るエピソードとして、強制収容所の不慮が、収容所外の病院に入院することは本来は、規則で禁じられていたが、それにもかかわらず、山本が入院後に、 ハバルフスク市内の中央病院へ転院できたのは、仲間たちの度重なる生癌によるものである。また、末期癌で手遅れと診断された後も、仲間たちは帰国の日まで山本の命をつなごうと、非合法で入手した鶏卵や牛乳など、栄養のある食料、さらに、日本から自分たち宛に慰問品として届けられた、貴重な日本食を山本へ差し入れ、厳しい作業の合間を縫って、 看病を続けたという。変味順は、俳句には、春夏秋冬の季語があり、春は、故郷の山や川などの景色、夏は、蛍狩りや、盆祭りなどで、日本の肉親たちを連想することから、日本語を忘れず、帰国への希望を失わない手段として山本が俳句を、用いたことを評価している。また、変味が、出席者たちに取材したところによれば、 アムール区会は単なる娯楽というよりも生きる希望、そのものであり、帰国への希望に直結していたという。前述の柳が国をは、山本の作った俳句や詩について、以下の通り評価している。山本の句や詩には、命の叫びとでも言うべき凄みがある。プロの俳人でも、詩人でもなかったが、やはり限界状況の中で生き抜こうとしている人間、いつも、 死を意識しながら生き抜こうとしている人間から湧き出してくる言葉は、地のしたたるような匂いがまつわりついている。柳田国を、海なりの死を救って、柳田 2013P116 より引用をまた柳田は、死下という因を持つ、言語表現による自己確認が、同志たちとの相互確認の営みと曖昧って、劣悪な環境下での限界条件において、 不良たちが生きようとする力と希望を持ち続けたことの源泉となったとも語っている。毎日新聞社大阪本社論説委員である渡辺悟は、玄関のシベリアの環境下で日本の子供たちを思う山本の句を引き、ギリギリのユーモアに俳句の力、人間の力が凝縮されていると評価している。アムール区会の出席者の一人は山本に、歌人、 前田夕暮れの代表家、木に、花咲くんはが妻と並む日の4月なかなか遠くも、あるかなを勧められ、これを暗唱するうちに帰国後に結婚式を挙げようと、決心し、実際に帰国後に結婚に至っている。文面については、外部リンクを参照。山本の残した遺書は、死の間際に、視力も薄れ、寝返りも打てないほどの激痛の最中、わずか1日で書いたにもかかわらず、 ノート15ページ、約4500字に及ぶ長文であった。衰弱の中で最後の力を振り絞ってそれほどの長文を書き上げた山本に仲間たちは執念を感じた。また、仲間たちは遺書の内容にシベリアで虚しく死んでいったすべての人たちの思いが込められていると感じ、山本個人の遺書であると同時に自分たちの遺書でもあり、収容所で死んだ日本人全員が 祖国のすべての日本人たちに宛てた遺書として受け取った。変微順は収容所から来た遺書執筆のきっかけとなった遺書について以下のように感想を語っている。後になって知ったことだが、時数にして約4500字、それも癌で亡くなる1ヶ月半前に一晩で書かれたものだった。共担すべき生命力であり、これを書かねば死ぬに死ねないといった一人の男の、 凄まじい執念の結晶だった気がする。その遺書の一通ずつに私は引き込まれた。老いた母親に先立ってゆく不幸を浴びる息子としての切々とした思い。妻のもじみさんにことを託す夫としての信頼と感謝に満ちた遺書。それらに胸が熱くなったが何よりも心を動かされたのは4人の子供たちに当てられた遺書だった。ああ、これは 山本さんの子供たちに当てた遺書というだけでなく、私たち日本人のすべてに向けられた遺書であり、力強いメッセージではなかろうかとさえ思った。辺味順、山本旗男の遺書との出会い、辺変千九百九十ピアニッシモ三百三十九から三百四十より、引用その子供たちのうちの一人、 長男の山本健一は、大学生当時に遺書を読んだ時の感想をこう、述べている。こんなに大きなものを受け取って、むしろ困った。これに応えなければ、と、これまで生きてきた。私がすべきことを皆、変見さんがしてくださった。変見さんが、父の遺書を見つけたのは、父の言葉が世に知られることを欲していたからではないか。山本健一、ゆずる、変味の足跡、 読売新聞 2013P31 より、引用美術家の大田三郎は、兵庫県の西宮市大屋記念美術館で開古展、2000から2001大田三郎を開催時、山本の遺書を書き写した作品、最後に勝つ者は真心であるを出展しており、同展で最も反響を呼んだ作品がこれであった。最後には山本が遺書において子供たちに当てた箇所の一節だが、 太田はこれを何度も書き間違えそうになったことから、遺書を暗記した者たちの凄まじい気力を実感すると、共に命がけで暗記する価値のある文章だと理解したという。ありがとうございます。